こんにちは、心理カウンセラーの高森です。相手の機嫌や表情に敏感すぎて本当の自分が出せないっていう相談を受けることがよくあります。こういった方は本当の自分を出そうっていうふうに一生懸命になるっていうことが多いですね。でそうしますと本当の自分と上辺の自分っていうのがあると思うんですけど、この上辺の自分っていうのがほとんどないっていうケースが多いんですね。これは服装で言いますと真っ裸とか薄着に近いですね。当然外の気温とか風などを直撃しますのですごく刺激が強いんですよね。そのことで辛くなってしまって動けなくなるっていうのにちょっと似てますね。ということは本当の自分を出そうと思ったらある種上辺の自分っていうものを育てていった方がいいですね。上辺の自分がありますと外に対して守りになりますので相手の機嫌とか表情とかそういったものがそんなにダメージにならないって言いますか、気にならなくなってきます。その方がむしろ本当の自分っていうのが出せるんですよね。このように本当の自分っていうのを大事にする場合にはまず上辺の自分っていうものも同時に大事であってそこを強くしていく必要があるっていうこと、まずはこの辺を知っておいていただくといいかなと思います。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。この動画の下にメンタル不調を予防する感情チェック&アドバイスという無料サービスのリンクが貼ってあります。よろしければご利用になってみてください。